今回のお車はマツダのロードスターです。全塗装が終わってトライバル調の柄が入ってかっこいいですね。ポップドアで、で今回は、アルカンタラでシンプルに張り替えました。暗いかな、ちょっと暗いかな。こっちの方がいいね。はい、今回は非常にシンプルですが、アルカンターラで、まあ、貼れるところは全部貼ってあります。この模様とここにも最初ライン入れる予定だったんですけど、まあ、ちょっとくどくなるんで、これはこう一つのデザインとしてシンプルにステッチ、ダブルステッチでドアは仕上げました。シートですね、これもこのここの模様をそのまま映したわけじゃないですけど、ちゃんとデザインし直して作りました。ここもね、結構ねシンプルなんですけど、ここ1枚でこれ貼ってあります。もう縫い合わせなしなんですけど、意外にこういう際の部分浮いちゃうポイントがあるんですけど、アルカンターラにはやっぱ伸びる方向があるので、そこを常に意識してシワが出ないように張り込んであります。いい感じですね。とシフトのブーツもでもワンオフで、こちらもサイドブレーキもワンオフ。これも確か長さがだいぶ長くなってるのかな、確か本来この長さなはずです。確かこれもちゃんと作り直して型も取り直してやっております。よいしょと、この部分もここはシングルで、どうしてもこういうプラスチックってこう合わせの部分が余裕がないので、まあ極力プラスチックも削りながらきちっと噛み込むようにはやってありますが、まあちょっと限界はありますね。どうしても浮いてしまうところはあるんですけど、まあそれでもまあちゃんと走行に支障がないように仕上げてあります。このですね、はい、本日ご納車です。ご依頼ありがとうございました。